った愛が世界を救う、テレゾンファンタジア実況バレー、私実況者キョンと申します。ついにねダンス場のね最新部までやってきたわけなんですが、じゃあね今回続きをやっていきたいと思います。まあ現在こんな感じなんですけどね。まあ装備はこれで問題ないんですけどね。特技なんですが、まあこんな感じでいいかな。じゃあ行きましょう。この階段の奥に、やがったダウス、今度こそ本当に決着をつけてやる。ここまで来るとは大したものだな。貴様らの暴挙と暴挙に敬意を表して伝説の勇者とでも呼ばせてもらおうか。ふざけるな。お前が今までやってきたことを後悔させてやるぜ。待ってください。ミント近づくな。なんだこの声を呼んで命乞いか。あなたに聞きたいことがあります。前にあなたは私たちとは戦う理由がないと言いました。なぜですか。お前たちが魔化学に関わるものではないからだ。なぜ魔化学がいけないのですか。魔化学はマナの力をことごとく使い果たしてしまうからだ。私は魔化学を使う人間を抹殺しなければならない。なぜそうまでして魔化学を否定する。確かに魔化学の力は凄まじいものだ。だが人間も愚かではない。もう世界中が枯れるようなことはしない。本当にそう思うのか。私がミッドガルトを滅ばさねば今のユクタラシルはなかったんだぞ。そこまでしてなぜユクタラシルを守る。お前の望みは何だ。私にはマナが必要なのだ。だがその理由を貴様らに話したところで理解できまい。わかりたくもねえ。今さら言い訳なんて聞かねえぜ。なぜ私が弁解せねばならんのだ。何、貴様らこそ私に対する非礼を詫びよ。ふざけやがって。たとえどんな理由があっても人間を虫けらみたいに殺すお前は絶対に許せない。何とでも言うがいい。私の邪魔をするのであれば滅ぼすのみ。そう。さてと戦いが始まるわけなんですね。さて勝てるでしょうかね。
下等な生命体がここまでやるとは思わなんだぞ。我も全身全霊を賭して戦おうではないか。手加減していたっていうのか。我が力を遮る邪魔な障壁は消させてもらおう。ああ、床が。私の邪魔はさせぬ。私を待ち望んでいる民のためにも絶対に邪魔はさせるぞ。我が星、母なる星デリスカーラインよ、我の力を解放したまえ。なんだなんだなんか人じゃなくなってきたよ。じゃあね、ちょっと早いですけどね、ちょっと一区切りつけたいと思いますんで、今回実況ここでちょっと中断っていう形でさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。